はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、それでは第8話進んでいきたいと思います。だいぶ仲間が多くなってきて、敵も多くなってきて、時間がかかりますけれども、まあなるだけ1時間、長くても1時間で収めたいと思います。うまく着地できたね。結構ギリギリな大きさだけど。ふう、本部に戻ってメンテをしたいのよね、早いところ。シルフィーさん、ここから僕たちの時代へ戻れるんですよね。過去サイバースペースからタイムスリップしたデータがあるのならば問題ございません。以前の事件の時のデータがある。大丈夫だと思うよ。ザ・ワールドだったか。ゲームの世界に入るんだよな。ワクワクしておるようじゃの。りょうよ。わしらゲーマーの夢じゃからの。遊びじゃないぞ、シャオメイ。キャプテン、それに X0、そしてヒリュウ、ここまで世話になった。何回この下りやるんだ。いや、そちらが構わないなら同行させてもらうよ。ああ、今回の事件、俺たちの時代だけの問題じゃなさそうだ。根の部分は立たねばな。そのためには色々と知る必要がある。俺はグランドマスターの残党を追う。なーに言ってんの。あんたも来なよ、ヒリュウ。同じ忍者じゃん。理由になってない。いや、ストライダー、君の力もぜひ借りたい。コマンドチームは各地で動いている。情報は必要ではないかな。いいだろう。何人か増えたところで、私の勇気1号はびくともしませんのよ、簡単には。まとめるのが大変なのが問題なんだがな。いつものことじゃろうが、もういい加減になれんか、レイジ。ではでは皆様、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました、シルフィーさん。もう慣れなくても大丈夫ですからね、二度と。あ、現れなくてね。さて、それはどうでしょう。お楽しみにでございます。やれやれ。よし、次は、ザ・ワールドだ。みんな乗ってくれ。なんか、そのままどっか行っちゃったんだけど。よくこんなところでさ、メンテできたよな。ここは無事に目的地に着いたの？立派な教会だ。教会？ん？立派な建物だ。教会？いや、聖堂かな。この建物には見覚えがある。間違いない。ザ・ワールドだ。へえ、ここがゲームの世界なんだ。感覚はサイバースペースと変わらないね。なんや、ゲームっちゅうから、もっとカクカクした感じになると思った。あら、それは昔のでしょ？私もよく遊ぶけど、最近のゲームは滑らかよ。1ドットのエクスタシーを見せるのもいいが、わしもポリゴンになってみたいの。どういう願望だよ。目的地には着いた。これからどこに向かう？ここはまだ電脳空間だ。問題は現実世界にログアウトする方法だな。何？方法はわからんのか？ふむ、ドットハッカーズのカイトがいてくれれば楽じゃったんではの。カイト、この世界の住人かい？前に世話になった少年よ。このゲームのプレイヤーね。要するにゲーム好きの子供ということか。まあ言ってしまえばそうだが、少し前に起こった第二次ネットワーククライシス、全世界のネットワークシステムが一斉にダウンしたあの事件、解決の功労者はその子だった。そして前回の戦いでもザ・ワールドの英雄として手を貸してくれたのよね。今あの小僧を呼ぶ方法はあるのか。電話ってわけにはいかないよね。そうね、前回出会ったのは偶然だったし、つまり今回は頼れんか。だからこのサイバースペースを統合するシステム、アウラに直接見つけるしかないだろうね。正面の大聖堂にはアウラの像があります。アクセスできるかもしれません。アクセス？なんだかわからないけど、なんとかなるってことっしょ。マジ運良くない？はっはっは、日頃の行いがいいからだろう。少し嫌な予感もしますけど。じゃあ博士さん、ちょっと行ってきますね。了解よ。メンテを進めておくから。ここでアウラっていうのは美少女の姿をしているとか、情報によると。間違いは起こさないように、くれぐれも。何の心配だ。石像を見つけるだけだろ。ああ、簡単に済む話だ。じゃあ行くぞみんな。確かにこのメンツで、なんか女好きのやつはいないよな。おい、カイト、さっきからずっと何を探しているんだ。アウラの像がないんだ。どういうことなんだろう。それに台座に入った傷、いつこんなものが。そういうことか。
カイト、ここはあんたの知っているザ・ワールドじゃねえ。え、どういうこと？ここはリビジョン1じゃない。リビジョン2だ。そんな。この傷跡、忘れやしねえ。アウラの像もないしな。あんたの知っている隠されし禁断の聖域とは違うだろう。このグリーマ・レーブ大聖堂は。じゃあ、今度は僕が7年後の世界に？そうらしいな。マク・アヌからカオスゲートを使った時か。アウラ、いるのかい？今このザ・ワールドに何が起きているんだ？よせよ、カイト。アウラなんていない。伝説っていう設定だ。そんなことはないよ。アウラはいるんだ。落ち着けよ。少なくともリビジョン2、ここにはいないってことさ。7年後、アウラがいないザ・ワールド。カイト、これからあんたはどうするんだ？俺は一度ログアウトして。ハセオ、ログアウトできるかい？そりゃできるだろう。じゃあ一旦抜けるぜ。なんだ、おい、こいつは。前に事件が起きたとき、僕たちはログアウトできなくなったんだ。なんだと？じゃあリアルでの俺たちはどうなってるんだ？多分、意識不明。いわゆる、未帰還者になっていると思う。なんてこった、これもトライエイジのせいだってのか。それはわからないけど。ハセオ、リビジョン1に戻ろう。7年前に戻れば、まだアウラはこの世界にいる。彼女なら力を貸してくれるはずだ。過去に戻るったって方法がわからねえぞ。カオスゲートをいろいろ試してみようよ。タイムスリップが起こるとしたらそれしかない。お、敵が出てきた。敵？見たことない敵が。こいつら、リビジョン2のモンスターだ。こんなところにまで入り込みやがって。おお、また出てきた。また、今度は大きいやつが来た。いや、あまり変わんないぞ、大きさは。でも、ちょっと綺麗なモンスターだね。レアモンスターかな。こいつは、ハセオ、アイダだと？こんなエリアにまで、アイダ現象が。アイダ、まさかバグモンスター？ああ、似たようなモンスター。人工知能の異常暴走だったっけな。バグじゃない。仕様を逸脱した現象。今のザ・ワールドで起きてることだ。トライエッジも多分関係している。カイト、下がってろ。あれに取り憑かれるとやばいことになる。取り憑く？どういうこと？アイダは人の感情を異常に増幅するんだ。理性のたかが外れちまうんだよ。アイダ感染すると仕様を超えた力が使える。まともじゃねえ状態でな。PC をバグモンスター化するプログラム。そんなようなもんだ。仕方ねえ。アバターを出す。アバター？ハセオ、君も何か力を持っているのか？そうだ、力だ。行くぜ。いいぜ、来い来いよ。俺はここにいる。スケイス！スケイス？今スケイスと。何スケイスって？何も起きないよ。ハセオ？どうした？来い来いよ。スケー！いや、そんな中二病はいらん。あ、なんか出てきた。スケイス？何？ハセオ、どういうこと？スケイスを呼び出すのが君の力？あいつは、発想のスケイスは、かつて僕たちが。あれがスケイスだと？待て、俺のアバターはあんなんじゃねえ。どういうこと？俺の PC ボディもあんたと同じで特別性だ。非分使いっていうな。非分使いは、アバターって力を具現化できる。俺のは。死の恐怖、スケイスだ。スケイスが君の？じゃあ、今出てきたあのスケイスは？君が呼び出したわけじゃないと？わからねえ。だが、俺のスケイスは呼べない。あんたの知っているスケイスは出てきた。まさか、分離したとでも？本当にそうなら戻ってもらうぜ。アイダやトライエッジと戦うために必要なんだよ。協力するよ、ハセオ。僕が知っているスケイスなら放ってはおけない。悪いな、手借りるぜ。アイダも一緒にぶっ潰すぞ。ああ、正面の柵を壊して一気に近づこう。え、柵越しに戦うんじゃないの？柵を壊すと敵が一斉に飛び出してきます。注意しよう。じゃあ柵越しに戦った方がいいじゃん。射程2とかあるでしょ。え、攻撃できねえんだ、柵の向こうは。あ、なんか宝箱ある。ちょっと宝箱取って感じしよう。マップを見ましょう。これ以上こっちには行けないな。
あの宝箱を取って、まあ動いては来ないな。じゃあゆっくりと。僕たちだ。あれ、なんか来た。ん、戦略がいるようだな。なんかさ、戦ってない？ち、入り口から新手か。ちょっと待って、ハセオ、あの人たちは。なんやこのガキども、素直そうなのと生意気そうなのがおるの。あ、誰のことだよおっさん。黒い方は知らないけど、オレンジ色の方はカイトじゃない？カイト、さっき話していた少年のことか。すっごいいいタイミング。どこまでもついておるの、乗っておるの。カイト、覚えているか、信者のアリス・レイジだ。あなたは特務機関の。特務機関だと、この連中が。全員がそうじゃないけど、少し前の事件で一緒になった人たちだよ。やっぱりリアルでは何か起きているんだ。やっぱりってことは、ここでも。はい、いろいろとおかしいことが起きてて。ここも僕がいた時代から7年後の世界なんです。7年後だと？ならば俺たちはタイムスリップに失敗したってこと？今のザ・ワールドは時間の流れがおかしくなってる。あんたらの前にもリアルから入ってきた別の時代の連中がいたな。あなたは少し敵っぽいというか、もしかして不良さんですか？この PC ボディのせいでそう見えるだけだろ。俺はハセオ、一応この時代のプレイヤーだ。関係者がいるなら心強い。詳しく話を聞いた方が良さそうだな。よし、少年たちを援護するぞ。まあ、ヤクザの方がよっぽど敵っぽいけどね。まあユニットの配置はこれでいいか。まあ本当は機動力あるやつを後ろに持ってった方がいいんだけど、こっち側に宝箱、これ以上はいけないな。まずあの宝箱は機動力のあるチュンリーで取りに行こう。一応ね、ちょっとムーブ力を見てみたところ、一番機動力があるやつが6っすね。で、一番機動力の少ないやつが4。究極お玉。ってことはさ、この柵は合流してから破壊した方がいいじゃん。スタンバイ。始めるぞ。こいつ4っすね、機動力。私だな。行動開始だ。始めるよ。ムーブを上げられるなんか装備とかあんのかな。あそこにも宝箱がある。今度はなんだ、敵が出てきたぞ。またいっぱい。何こいつら、どっから現れた。ロボット、礼拝に来たというわけではなさそうね。ここもサイバースペースの一種か。なるほど、レトロなものだ。何者だ、怪しげなやつめ。お前が言うな。ハセオ、リジビョン、リビジョン2のボスキャラとかかい。見たこともねえやつだ。デザインもザ・ワールドに合ってねえ。異世界から来たのかしら。ここを見て、レトロと言ったということは、彼は未来から来たんじゃないかな。ほう、私はそんなことを言ったかな。そういえば最近、そんな広告を受けたな。所属不明の集団が民間人を踊らせていると。何？貴様ふざけているのか。いや、踊らせるのは当然だ。なぜなら我々は。あれ、こっちからも出てきた。そう、彼らこそが踊り団だからです。そしてそこまでよ、踊り団行動隊長シャドウ。また誰か来よったか。騒がしいことよ。宇宙衛星放送局スペースチャンネル5か。グッドモーニング皆さん。今回のうららリポートショーは、謎のダンシング集団に荒らされた大聖堂からお送りします。ご覧ください、コマンドチーム、ストライダーズ、イレギュラーハンター、豪華な顔ぶれです。他にもどこかで見たような人々が集まっています。なんだ、全然話がわかんねえ。こちらの情報に詳しいようだが、キャプテン、知り合いか。マスコミ対策にはいつも苦労するが、どこにでも突撃してくるのが彼女だ。うららは俺たちの時代のテレビリポーターだよ。前回も最後まで密着取材だったものね。今回も事件の気配がギュンギュンします。なんか独特な人だね。うらら、どうしてここに。てか知り合いかよ。普通に。
ある情報筋からサイバースペースで犯罪組織が活動中という情報をキャッチしました。私の踊りとマイクで真実を暴くためここまでやってきたのです。ある情報筋、全く見当がつかないな。私だが情報通りではあるな。踊り団、こいつらも何かを探している。余計な詮索は無用、挑んでくるならこちらも全力でお相手しよう。入り口は塞がせてもらおう。カモンタピオカ。何？タピオカって食べ物？なんだあのピンクのでかいやつは。あれは侵略武闘メカ、ココタピオカです。どういうことなのでしょうか。あれはモロ星人の操るメカだったはずです。サイバースペースで見つけたウイルスのかけらを使ったのだよ。やがては踊りウイルスとして我ら踊り団の力となるだろう。こやつが電脳空間をうろついているのはそれが目的なのかの。サイバースペースにあるウイルス、そんな話前にもあったな。ジェノサイドの残党シュトルムの一味がそんなことを言っていたはずだ。サイバースペースに何らかのデータが存在していると思われます。機械をイレギュラー化させるウイルス。よせ X、 確証はどこにもない。まさかジェノサイド残党が探しているウイルスというのは。さてこの場所には目的のものはないようだ。そうなれば早速踊らせてしまうぞ。は？マジ意味不明なんだけど、踊らされたらどうなんのよ。ふふふ、踊りエネルギーをいただくのだよ。時空を超えて移動するためにはかなりのエネルギーを必要とするのでね。時空？それってタイムスリップする力ってことか。というかそもそも踊りエネルギーって何？踊ることによりギュンギュンと溜まるすごいすごいエネルギーのことです。それがあれば時空を超えることができると。わしらも7年前の世界に戻らねばならん方法にこだわっている場合ではあるまい。この場所が踊りエネルギーで満タンになればそれも可能になると思います。それ本当なの？ザ・ワールドもディビジョン2になるとそんなシステムがあるんだ。いや聞いたことねえよ。本当なんだろうな姉ちゃん。そんな予感だけはモリモリします。予感だけかい。マジで意味不明な話になってきた。ふんふんふん、どうかな？私の踊りエネルギーでかっけつしまうぞ。そうはさせないわ。踊りエネルギー同士はかき消し合うのかな。それだとこの場にたまらないような気が。エネルギーの定義がさっぱりわからん。とにかく戦えばいいみたい。コツはあるの？うらら。何はともあれ心のままに振る舞えばそれが踊りになります。レッツダンス。了解です。戦術武闘を開始します。バブルの時代に培ったわしのパラパラ見せてやるとしようかの。私も踊りと師匠のダンス対決でそこそこやってます。ならば始めよう。スペースチャンネル5の諸君。了解。その気がなくても踊りで勝負。マジで意味わかんねえ。ネタがわからんからついていけねえんだけど。あれ？柵いつの間にかなくなってね。勝手に柵がなくなってる。じゃ機動力の高いやつは上に援護に向かおう。俺が行く。チュンリーとストライダー。任務開始。さらにこいつ何歩 ?1,2,3,4,5 進めればまあいいかな。4とかになるとマジ少ないからな。でこのちょっとボスチックなシャドウを先に倒しておくか。いや倒しとくか。横からまず攻撃をする。おら、ゼットサイボー、これで決める。ゼロラスター、ゼットサイボー、これで決める。やっぱブロックがあるのが厄介だな。ここでまずブロックを外させてもらう。切り開くんだ。貴様もここまでじゃ。それからナイス。デイスプレッシャー。バグホールを立ち上げる。伸ばすトレッキング。引導を渡してやろう。おら。おら。この
死に損ないな。カウンターしてきた。で、次多分必殺技を使えば、これ届く？あ、届くね。まずは例によってキャプテンコレダーじゃないんだ。キャプテン終わらせる。最大出力で決着をつける。キャプテンコレダー。あ、出た、キャプテンコレダー。これはちょっと微妙だけど技使おう。確実に倒す。万物の力よ。おお、いいね。マジロムストールだよ。俺ね、結構ロムストール好きなんすよ。なかなかやるな、チャンネル5。相手にとって不足はない。私たちの踊りエネルギー絶好調です。別にそんなエネルギーを出しているつもりはないんだが。だが、これでお前たちが我ら踊り団の脅威になることは分かった。それだけでも収穫と言えるだろう。ではまた、王諸君。未来世界の新勢力か。電脳世界を中心にいろいろ動いているな。どのような思惑がうごめいているんでしょうか。興味深く眺めていきたいと思います。眺めるだけ。こいつはちょっと近づくのを待って、この3人でなんとかするか。で、少しおびき寄せよう。よーし。こいつは動かなくていいや。結構来るね。まあ反撃はできるときにしておきましょう。突っ込みすぎたな。覚悟。こっち。結果は頂上の至り。そう、これね、使わなかった技がね、次の戦いで強くなるみたいなんですよ。まあいわゆるチャージなんとかっすね。力だけでは勝てないわよ。だ、とりあえずこれでずっと攻撃して、次は普通の A ボタンで攻撃すると強くなると。あれ、あいつ動かねえな。だったらまず X で宝箱を回収。発見。ホーム。俺一人でも。で、チャージショット発射。クロスドターン。両弾。こいつは俺が決める。スクラック。くだらんな。ダマン。ロック強め。メン。チェスト。おら。チャージ遅い。クロスドタワー。投了ダム。チャージショット発射。凍らせる。投了ダム。氷って誰の技だっけ？ロックマン X はね、X5 までやってるんで、まあ、最近のあれじゃなければ結構わかりますね。まあ、チュンリーをちょっと進みながらこいつを一人排除するか。やるぞ。これは現行。おら。見ててくれ。こいつもブロック解除だな。射程切り抜ける。ブロック解除の割には結構微妙だな。ちょっとナルコドー君やっぱりすげえんだな。ドブ板での喧嘩の方がよし。レベル8。シェイシェイ。じゃあこいつちょっと上のやつを倒すか。よし、みんな一丸となって敵を倒す。悪を滅ぼす、それが使命。燃えろ、ファイヤー、ミスルハート、サイバーブルー、ジェット、レーザー。この私を侮るな、悪党。あれ、ミスミスミスって何？ミッションコンクリート。この方に仕立てられ一生への奇跡。ルシン流のショーのようにはいい。で、三島一家は
こいつをぶっ倒すと。おやこす。ほいほいと。ハンターの任務は果たす。誰だろうと容赦はする。クリートガーアイス。デイスプラッシャー。バグホール。邪魔だ。ノバストライク。三島流の神髄よ。あれ、結局これだけで倒しちゃったよ。まあいいけど。ハセオチとストライダー飛竜と合流しよう。こいつ動いてこないね。もう一旦待ってみましょうか。動かない、本当に動かない。反撃不能か。射程が長いんだな。後ろか。これは A が一番強いかな。普通の9レベルか。結構レベル高いな。うわー、来たー。どうしようかな。防御しとくか。うわ、データドレイン。おおおおおおお、なんかめっちゃ吸収されてる感がある。攻撃は終わりか。ちょっと疲れちゃった。ザコはマジ弱いな。攻撃力も超弱いな。むしろ反撃の方がブロックされない分だけやりやすいな。ちょっと行くか。じゃあこの3人準備完了しています。一か八か、もう進むしかない。頼むぞ、なるほどくん。しっかりね。相手見せる、これだ。しっかりね。本当に。とどめだ。待った。行けない。成功しないで。今だ。突きつける。皆さんご一緒に。行け。逃げよう。とどめ。チル。解除するわ。車輪客。とどめだ。活路を開くわ。これさ、なんかもう一つ必殺技覚えた気がするんだけど、どうやって使うんだ。ここで決めましょう。村正ならば。しくじったか。最後さ、もう少しなんかダメージ与えてほしいよね。締めなんだから。おお、使ってきた。おいででででででで。もうなんだこのふざけたやつは。攻撃できるか。いけるな。もっと私を続々する。ちょっとごっつい。少しばかり邪魔するぜ。みんなお願いしますね。英雄の決めよ。燃えつきよ。セアイクもう誰も傷つけさせない。あれ、こいつ結構ヒットポイントあんな。実は燃えつきよ。切り刻む。カオスフェア。デモンクラウド。夜は長いわね。でもこいつは始めましょう。この3人で倒せそうだから。よっしゃ。増援とかもう来ないよね。上に向かおう。こいつらはもう行こう。そうだな、まずこいつをぶっ倒すことを最優先に。行かなきゃ。森が抜かるな。炎に飲まれる。甘いな。ダルビス。この終わりをせん。一層つまめ返し。これさ、めっちゃ飛んでくんだよね。一層つまめ返し。トランシュ。結構削ったと思う。いてぇ。神羅剣山。こっちこっち。問題ない。ストライダー飛竜でこいつをここに来れば援護もいける。仕留める。いけ。作戦怒涛で行く。これで倒したいな。剣山風車雷鳴車フランカーメイク。よし、いけ。地球大使一丁上がり。オーケー。3人かかるか。普通の攻撃で3人かかるか。エイダ、エイダじゃなくてアイダだっけ。人工知能の異常暴走か。
ザ・ワールドだけの話じゃねえ。リアルにも影響が出てるって話だ。新たなネットワーククライシス、いや、リアルクライシスに。そうはさせねえよ。だが、そのためにはスケイスだな。付き合うよ、ハセオ。僕もスケイスとは無関係じゃない。ストライナーヒリは次、宝箱取りに行こう。いや、ザコはマジ弱えな。風魔衆夏マイル風車シロッセイヤーズマ地球王団一丁上がり。私的にはまあまあかな。こいつはちょっと強いやつか。スキーがないな完全に。やられるのを黙って待っているだけか。お、こっちに来た。ってことはまたデータドレインかよ。どうしようかな。防御でいいか。なんか鍵マークみたいなのがついたけど。あとレベルの問題だな。8レベル、7レベル、7レベル。こいつは弱え。じゃあまずは、こいつで減らそう。やるしかねえようだ。ほら。ジル、攻撃を集中させる。断念する。キリューだよ。凍結だ。おいおい。ランチャー発射。これでどや。うらえ。どけ。ほら、この切れ味。いや。2600か。どっちかが技を使わないといけないな。調査するよ。ま、こっちでいいか。相手の隙を。こいつはね、ブロック持ってないのがいいな。めっちゃ飛んでくな。近接戦闘へ。リバースナックル。手応えはあったんだけど。1万。なんか鍵、なんだあの鍵は。まあいいや、コスモスで行くか。ここだとターゲットサンプリングを開始します。ここはわしらも混ぜぎ。シャットダウン。やったね。早くもしろ。キル。これなら止まりなさい。うん、やっぱり技使わないとダメだな。これはオートセーブ決める排除。やーソードブラック。やー最終ロック。あれ、エクスバスターもしや。甘美な優しさの中、私は負けられない。いや、俺の知らない技だ。私を満たしてくれますか、あなたが。オーケー。モロ星人のメカを操るとは、なんという力なのでしょうか。モロ星人は極めて操られやすい宇宙人なので、無理もないかもしれません。操られやすいとかあるんだ。ですが、いつ第2、第3のタピオカが現れないとも限りません。生温かく見守りたいと思います。あれ、あいつ、戦闘に参加してる？とりあえず、ストライダー飛竜は、こっち行こう、もう。あ、攻撃してよかった、しまった。まあいいや。敵は1体残ってないといけないんで。退屈そうな。まずは、ブロック解除から、例によって。傷つけさせない。ソルフェス。切り刻む。カオスフェア。受けなくて。死ね。倒せませんでしたね。あ、ようやくこいつレベル7か。そうか。で、レベル7技を覚えたから。攻撃はできない。どこじゃ。こいつもいけない。戦おう。僕も双剣。ありがたく思え。炎に飲まれろ。後ろへ。そこだ。ソルフィス。てかこれキャラごとに戦闘音楽あるの？ドットハックの音かっこいいな。一層やし。マネ返し。コランシュ。倒しきれなかったか。おお、なんか遅らった。シャオム。行くぜ。活路を切り開くんだ。悪を許すわけにはいかない。ストライクを取る。レイスプレッシャー。バグホールファイヤー。ストライク。キャプテンストーン、これで完成だ。
キャプテンコリダを正義を勝つ。はい、撃つ。パクガじゃん。タフすぎて。だいぶ残ってんな。カウンター。おお。やばい。これはちょっとまずいぞ。めっちゃ食らった。めっちゃ回復されたし。リンゴをちょっと買ったんで、リンゴを使っちゃいましょう。二つ。これで 60% 回復。やるぞ。強そうな相手。こいつが、ブロック技だからな。リモン長寿。これぞ、はずき流の奥義。裏はずき。三君たち、逆十条。ほうの構え。逆列。技使っちゃおうかな。結局溜まったまんまだともったいないからな。はい、ダメ。食らいなさい。はいはい、上参ります。宝石君、チュンリーさん、見せ場はもらうね。これでおしまい。もう少し蹴られてみ。やっぱ技使うとだいぶ減らせられんな。海、おらおらおら。77。ストライダー飛竜なんか使いやすい気がする、技的に。シャルトス、このね、この2つ使いづらいんだよね。これがね、やたら上に上がるんで。なんて体力なんでしょう。本気で仕事に行こうかよ。死ね。これそういや覚えたな。これはあれか、毒にするってやつか。どうしようかな。防御でいいか。おお。データドレインってなんだ。吸収はさあ、SP マイナス30。吸収されてんな。こいつ取っとかないと宝箱を取る前に終わってしまう。こいつは厄介だから、レベルの少ないやつで倒したい。三島一家かな。毒になってんな。7390か。どうなんだろうな。とりあえず仕組み攻撃をしよう。了解、ミッション開始だ。シャオユ、急いで。一瞬で死にた。シルバー、ミスルハート、逆にシャオユ、燃え尽きろ。もう一回攻撃しよう。正義の雷を受けろ。キャプテンコルド、ミッションコンプリート。仕方ない、フォローは必要だ。もう一回攻撃しよう。大丈夫だろう。よし、油揚げ2枚分のいてー。で、三島で倒せば全ては解決。ほら、行け。このチャンスは生かす。誰だろうと容赦はせず。キャットリア、ヤツ、ナノコマが体を立ち上げる。破産臭、これでしまいじゃ。来たべー、たまれー。ロック業習慣、俺一人で十分。オーケー、あれ8レベルにならない。お前本当にスケースなのか。俺のアバターと関係あるのか。過去の姿を取り戻して長谷尾から分裂した。それとも消えた。行くな、来い来いってんだよ。ザ・ワールドの異変と無関係なはずがない。捕まえよう、長谷尾。ああ、当然だ。奴の力絶対に必要なんだ。そんなに強いんだ。ちょっと宝箱を取るんで。なんかどっか行っちゃったぞ。任務開始。こいつか。体験。大百足。体験っていうのはちょっと強そうだけど。これでいいかな。やってやるぜ。いけない。
バンパイアセーバーいけるか。いけない。で、これどこ行くんだよ、マジで。始めるよ。だ、このままだとさ、ずっと攻撃できなくね。届かないんだけど。ストライダーヒル、お前の機動力ならいけるはずだ。いけねえし。何をしたいんだかさっぱりわからん。この3人だと多分ヴァンパイアセーバーが一番レベル低いと思うんだよね。だよね。始めましょう。じゃあこいつで倒すか。もっと技保ってるし。始めましょう。さて、貴様の血を捧げるのだ。貴様の全てを吸い尽くす。楽しみましょう。闇の原因に酔いなさい。次でおしまい。月夜に乾杯。このスリル、ギリギリ。OK。アウラはいないのか。確かに前はあの子の石像があったわよね。やれやれ、家でもしたんかい。年頃じゃったからの。あんたらはアウラを見たことあるんだな。そんなに力があるのか。少なくとも僕たちの知っているアウラはシステムそのものに近い存在だからね。アウラ、キー・オブ・ザ・トワイライトか。ハセオくん？いや、なんでもねえよ。これからどうする？外に仲間が待機している。アウラに会えないのならここを出ないとな。急いだ方がいいと思われます。何か分かったのか、コスモス。電脳空間のネットワークが次々と遮断されているようです。難しいってもっと分かるように言ってくんない？世界とのつながりが断たれているってことはここが孤立するってこと？この場所に取り残されるということか。ふん、面白くもない。出るぞ。うん、外のカオスゲートに急ごう。ここで出てきたのは、でも、ハセオとかは前も出てきましたからね。キャラクター大辞典。あ、こいつだ、うらら。スペースチャンネル5のうららです。普通にスペースチャンネル5シリーズなんてあるんだ。なんなんだ、こいつは。全然わからん。初めて聞く作品だな。というところで、それでは第8話、これで終了したいと思います。